桜塚は大阪府豊中市中部に位置する地区。住居表示町名は北桜塚、南桜塚、中桜塚に分かれる。地里丘陵の南端部。北側で本町地区と南側で曽根地区と接する。西部を阪急宝塚線が中部に国道176号が南北に貫き、東西を兵庫県道、大阪府道99号。 痛み豊か中線が貫く宝塚線には、岡町駅がある。岡町駅近辺は、明治時代から、阪急電鉄によって、沿線住宅地として開発された。そのため、住宅地や公園、学校もあり、街並みは美しい。野瀬街道筋にあり、江戸時代から、原田神社の門前町として栄えてきた地域で、阪神、淡路大震災の頃までは、 神社の石垣沿いに、蔵のある旧家が立ち並んでいた。震災の影響で多くは建て替わったものの、現存する旧家もわずかながら残っている。昭和10年代には、豊中市で初めての土地区画整理事業が実施された。市中部には、桜塚古墳群のうち、大塚古墳、五七塚古墳、南天平塚古墳がある。岡町駅前には、 町のシンボルともいえる丘町商店街がある。町の中心部には豊中市役所が、南東部には豊中警察署がある。南西部にある東光院は萩の名所として知られ、毎年開花期である9月に萩祭り道両祭が開かれている。ローソン桜塚店地区内にあるローソン桜塚店は、ローソン1号店及び現存する大阪最古のコンビニエンスストアである。 1975年6月14日開店。開店当初のローソンは、パーティー用の料理が主力の高級スーパー的な店だったため、当時新興住宅地として発展していた豊中市を1号店として選んだとされる。2015年6月12日には、開店40周年の記念セレモニーが開催された。ありがとうございます。